大丈夫、うん、今レストラン来なかった。レストラン道の駅ハワイ大丈夫。もうアイスクリームを食べてて、こっちが粘りっこ里芋のアイスで、こっちがイチジクのアイスなんだよね。まあ珍しいから今食べてるんだけど、ちゃんとこっちの粘りっこの方だけど、ちゃんと里芋のっぽい若干粉っぽさはあるんだけど、ちゃんと牛乳の混ざったバニラアイスなんだよね。でこっちイチジクなんだけど、まあイチジク自体俺はよくわかんない、うん、なんかねミルクティーっぽいアイスイチジクだからミルクティーだな、うん、イチジクなんだけどミルクティーなんだよね。日本のからミルクティー、うん、ぜひ食べてみてください。うん、あと変なことめちゃくちゃおしゃれだけど、そうね、うん、であとはこのね机とかもこれお汁飲むのだよ、まあ、前書いた時はね、前記事書いた時は朝がね8時半よりも前に来ちゃってたから全然やってなかったんだよね。でもまさかこんなおしゃれなことだとは思わなかったから、なかなか山陰道沿いの道の駅結構バカにできない、バカにできないというかものすごく隠れ花バスケットだよね、でした。